ナンバーワン手榴弾はイギリスで最初に作られた手榴弾である。第一次世界大戦で使用された。正式名称はグレネードハンドナンバーワンである。ナンバーワン手榴弾はイギリスの王立研究所で設計されたもので、エイルマー・ハルディン将軍による日露戦争中の日本製手榴弾の報告を元としている。エイルマー将軍は日露戦争中に イギリス軍の艦船部艦であり、日本軍の手榴弾のサンプルを幾種類か持ち帰った。この手榴弾は正確には爆発物の艦に破片を生成する鉄製のバンドを付けたものである。新艦は打撃発火する種類のものが使われ、手榴弾の長部が地面に当たると起爆した。約16インチの長さのある棒状の柄によって使用者はこの手榴弾を 爆発の生み出す爆風より、はるかに遠くへ投擲することができた。この手榴弾が落下した際に、まず最初に確実に長部を地面へ打ち当てるように、するため、布製の吹き流しが柄の終端に取り付けられた。これは、投擲時に展開され、安定した飛翔のためにビブとして働いた。戦場が残豪戦に陥った時、長い柄は不利なものになった。投敵のため、 後ろへ引いた際に新艦が残豪の壁面に触れ、幾度か事故が生じた。ナンバーワン手榴弾の派生型であるナンバー3、手榴弾はより短い柄になっており、これは残豪での投擲を容易にした。こうした回収を経てもナンバーワン手榴弾と、その派生型は戦闘で十分効果を発揮しなかった。1916年1月、イープルの戦いで捕虜となったドイツ軍兵士の証言に、 よれば、ナンバーワン手榴弾は木製の板で跳ね返すことができた。少数の例では、引かれた手榴弾を投げ返すことができた。また、ナンバーワン手榴弾は、王立研究所だけが生産できた特別な起爆薬を必要としており、生産が難しいものであった。こうしたことから、イギリス海外派遣軍に送られたナンバーワン手榴弾は、発注された量よりも少なすぎるものとなった。 一つの派生型であるナンバーワン8手榴弾はより汎用的な起爆薬を用いて設計されたもののその頃には戦訓からナンバーワン手榴弾の設計自体が効果のないものであることが示されていた残豪での使用の難しさに加え特殊な起爆薬はイギリスにおいてジャム管手榴弾のような間に合わせの手榴弾をいくつか生み出すこととなった原因だったこの状況は ミルズ手榴弾が採用されるまで続いた。この手榴弾はベルトに吊り下げることができるよう金属の缶が同梱されていた。ありがとうございます。